キムチ肉ぶっかけってでこれはあの冷凍ネギに七味かけてあの鷹の爪を混ぜたものです。うまそう。そしてオリオンビールよ。明るくしろって。明るくできんのよこれ。わからんのよ俺やり方が。でこの黄身を潰して食べてね。このキムチはあれですね、あの出来合いのキムチです。停電してるって。で熱々の肉ぶっかけって感じですね。辛そうこれ。ハブ。この黄身を潰して混ぜて食べてねって感じですよねこれ。あ、すごい。キムチだけでもうまいでこれ。うまそう見えるけど、これは本当はビビンバみたいに混ぜるんがあのカンナムスタイルこれでしょ。これがもはや向こうの主流でしょ。カンナムよこれ。いややばいでこれ。うまいで。うまい。香川県カンナムだった。いや見てくださいこれ。混ぜるっていうね、混ぜることが大事ですから。やっぱセブンのキムチはうめえな。あれしろ、ちょ待て。この辺がもうおかしいよな。もっと綺麗なのに。リセット。だってこれが通常っていうのもおかしいんだろ。なんなんやろな、これ。フルダイナミックレンジ。なんか、わからんもん。これで。我慢してくれ。すげえ。なんかもうちょい肉入っとると思ったら全然入ってないのな肉。スネークやめろ。あ、うまっ。やばい。オリオンに合うね。意外と。茶の時は普通なのに、なんでやろな。わからん。カット口茹でてこようかな。やっぱこう肉とこうキムチ合うね。
うん、豚肉の方が合うかもな。なんて、うん、まあでもカトキチじゃないよな、これセブンオリジナルのあのさぬきうどんやけん、ちょっと安いん。まあでもこれもう一袋あるけん、もう一回作れるけん俺このセット。キムチはないけど、どっかでもう一回あるかも。冷凍うどんです。辛っ。これキムチじゃない方がええな。なんかこれに合うんを探したいな。鷹の爪はいいアクセントかも。7分でできるんで、できるよ。だって麺茹でたらできるからな、これ。あと和えるだけだから、キムチとか卵とかぶち込むだけっていう。めんつゆとマヨネーズ、ああ悪くないかもな、そういうのも。天ぷらやりたいんよ俺は、どうにかして。エビ天揚げたいんよ。で天むす作りたいんよ。10分かかってた。天ぷらを舐めるな。うっ、鯛とか揚げたい。エビやろまず。でタコも天ぷらしたいじゃろ。イカ天もいいかも。とりあえずエビやりたい。エビ、簡単なものからやれ。魚介は跳ねる。向こうの部屋やったらなんとかなるだろう。別にシェアでやるわけじゃないんやけ。それやったら世のお母さん常に跳ねてるじゃん。エビの尻尾は爪で潰すんぞ。包丁でしごくんな。分かっとるんや俺。尻尾はな、ちょっとあそこ水含んどるけん、先っちょ切ってその後包丁でしごくんよ。そしたら水分が取れて油跳ねをなくすっていうことは分かってますから、僕もそういう職人の知恵は見てますんで。背わたは爪楊枝を刺してね、引っ張ったら取れるんですわ。やけん大丈夫、下処理は完璧よ。知識はある。ただやったことはない。クッキングペーパーで水分取る。やるけん。きっちり。で、エビは、筋を切らないかんのですわ。包丁でライン入れんと、まっすぐ上がらんから。丸々けん、そのまんまやったら。やけん切れ込みを入れるんですよ。この指の節みたいなのがあるじゃろ、そんな感じに入れとったらちゃんとまっすぐ上がるらしい。
よく知ってるねって。ちゃんと見てるから。作りてって。衣は炭酸水でやったらいいらしい。したらふっくらと仕上がるらしいぞ。指で潰すように、だからあの筋をね、ブチブチっと、ブチって感触があるらしいけど、それはちゃんとやりましょうって言ったわ。ほうれん草見ただけのエアップセ。ビール入れた方がいい。へえ。でも何も知らんよりかは見た方が成功率は上がるじゃん。酸味が強いな、ちょっとこうだんだんくどくなってくるなこれ。経験値はゼロだけど、それな、これあるやん、ワイのスマホあるやん、これに驚愕の事実があるの知っとる。てんて、裏なこれ。本体の裏にはステッカーが貼ってあったって。隠れ。自分では取れんからなこれ。ステッカーやで。見せつけていこう。希少価値高いで。それを見えるのか。はあ。なんかうーんって感じ。辛いし鷹の爪とかいらんかったマジでこれ。うどんにキムチは合わないということが分かりました俺。酸味が上がるだけや。鷹の爪も合わない。くっそ辛い。カンナムスタイル。合うと思うけど、いや合わんねこれ。てかもう肉だけでよかった。そんな失敗を繰り返す。だがそれがいい。天かすでよかったな確かに。なんやろ。なんかもうちょっとこう爽やかなもんを入れた方がよかったかもな。レモンとか。そっち系だったのかもしれないね。究極のうどん。まあ、次回カルボナーラじゃない。あれもあるけんな、俺。ペペロンチーノもあるけんな。まずペペロンチーノがあるやろ。で、タラコスパがあるやろ。で、カルボナーラあるやろ。で、釜玉うどんもあったかな。俺結構ストックしとるけど。
みょうがとかな、大葉とかええやろな。大葉入れた方が良かったこれ、ネギより。オッケー。ウェー。